略してしずるさ。この番組はあなたの未来を開く古庄自動車学校の提供でお送りします。時刻は5時27分を回ったところです。改めましてこんにちは、しず大スタイル、略してしずスタ。この番組は静岡大学としず大生のさまざまな情報をお届けしていく番組です。はい、というわけで今日のパーソナリティは、くーちゃんこと国枝正人と、はい、へぎことはがと、はい、でお送りします。とじゃないね、でも2人、とりあえず今日は2人です、今のところはね。そうですね、ちょっと今梅雨であんまり夜とか見えないんだけど、ヘギ君は確か大分出身だったね。そうですね、大分ですね。静岡に来てさ、夜空っていうか星はどう見える？俺は名古屋の出身だから、都会だからさ、外が明るいじゃん、夜とかでも。あ、そうですね、明るくて星全然見えなかったから。なんか静岡こっち来てからと、駅前とかなんかこう栄えてるのに、この辺で夜空見ると、あ、星が見えるってすごい結構感動してんだけど、ヘギ君的にはどうよ？そうですね、まあ静岡さんには悪いですけど、大分の方がちょっと綺麗かなと思いますね。やっぱ大分何もないんで、本当。いやいや、でも自然が街灯もないんですよ。だから怖それ。夜で歩くと星めっちゃ綺麗で、ああもう出歩いてるだけでそんな星を見に行くみたいなことはできますね。見えるみたいな。はい、まあいいや、そういう感じで、まあ星の話ということで、今日の放送は地学研究会さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。略してしずるさ。はい、というわけで今日のゲストは地学研究会さんなんですけど、ちょっと自己紹介の方を先にお願いします。はい、じゃあ僕の方からいいですかね。はい、はい、地学研究会この理学部の山下です。はい、はい、地学研究会の天文班長です。理学部の岡崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今天文班って言いましたけど、また地学研究会の中でなんか分かれてるんですか？そうですね、天文班と地質班と気象班っていう3つの班があるんですね。まあそれの3つで、まあ天文っていうとまあ星とか。そうですね、星の話になりますね。最近だと、ハード星座が見えて、まあ大学だとプラネタリウムじゃなくて、あの天文ドームですかね、あの大きい。そうですね、出すやつですかね。あれ目立ちますもんね。あれはすごいですね。いいなって思いますよね。はい、どうです他は？そうですね、まあ僕会長なんですけど、まあ基本的に地質班の活動に参加してもらって、参加させていただいてるんですけど、地質っていうと、そうですね、一概に地質って言っても、まあ地震とかいろいろあるじゃないですか。ありますよね、そういうの。でまあ今その毎年メンバーによって、そのやりたいことって変わってくるんですよ。で今僕たち2年生がメインに動いてるんですけど、はいはい、今年の地質班はとにかくこの岩石類とか鉱石類、また化石とか大好きなんで、なるほどなるほど、その化石とかを採集に行ったりとか、まあ博物館に行ってみたりとかやってますね。採集に行くっていうのはこの辺でも取れるんですか？そうですね、この辺だと、まあとても有名なのを挙げると、安倍川の方で砂金が取れるっていうのは、砂金取れるんですか？今思ったには、取れるか分かんないんですけど、取れるっていう、あそこは金山がたくさんあったんですよ昔。で、まあ川の方法相当根気よく出るんじゃないかみたいな。結構有名がありますね。鉱石を掘りに行くというと、あとは遠くにも行ったりなさったりするんですかね？そうですね。一番、ちなみに一番遠くは静岡からですと、そう、一番遠くに行ったっていうと多分新潟が一番遠くに横断してな。それでどんな鉱石を取りに行ったんですかね？そうですね、ちょっと実は僕新潟の方行けなかったんで、まあ、他にこの辺だと、そう、安倍川以外だとなんか僕たちの知ってる鉱石っていうか、まあ宝石じゃないけど、なんかあります？取れるの、まあ一番近くでいうと、静岡大学の裏にある御鹿の森公園近くで、まあ水晶の中で一番有名な、水晶って鉱物の中で一番有名な水晶が取れるんですよ。はあ、なるほどなるほど。ただまあ
サイズがとても小さいんで、ああそういうまあなんかこう土産じゃないけどそういう小道そうです、ね、お店で売ってるやつなんかとは全然違うけども、ね、自分の手で掘るっていう楽しみっていうか、それはあります。あの好きな人だともう本当にあれ取れるとやったーみたいな感じですか。 なるほど。いやいや他に星の森はあれですね、星も街灯がないので星もよく見えるんですけど、まあ、木があるのでちょっとそんなに、まあ、でも割ともうなんか知見のお膝元というかもうお得意様お得意先みたいな感じですかね。そうですね。なるほど。いやあと知見さん自体はいつ活動してらっしゃるんですか。やっぱ活動内容によりますね。あの地学研究会のそういう採集とか天体観測の活動としてはやっぱり遠くに行くもので、まあ平日ブラッと行けるようなところじゃないないですよね。あまあそれは新潟なんか行けませんもんね。やっぱり土曜日か日曜日とかになりますね。そうすると天文班さんは夜ですか。基本的にはもうそうですね、昼移動して夜その目的地について観測してまたそのままそうですね、1日で帰る場合はもう朝の夜まで観測してそこから車で、ああ大変ですね。大変っていうかなんか地学研究会という名前とは裏腹にすごくアウトドアな感じがしますね。なかなかそうですね、ハードっていうかなんかすごくいいなっていうか、まあ私たちはラジオ以外何やりに行くんだっていう話ですけど、なかなかそういう外に頻繁ですか。採集っていうのはどれくらいの頻度ですかね。月1ぐらいですか。結構あるよね。もっと行きますよ。土日ごとに。そんなことないよ。まあ今のペースだと月2で採集行って月2で天体観測みたいな、毎週なんか行ってるんですよ。なんか行ってますね。それすごいすごいな。いいな、うん、土日が充実してますね。行事で土日が埋まる感じですよ。まあこの時期は少し雨とかそうですね。まあこの時期だと気象班が一番楽しいんですよ。気象班、気象図か。気象班、気象図、あ書いたことありますか。小学生の頃に記号とかちょっとありましたよね。あれをやるのがすごく楽しいんですよこの時期。そうですよね。この辺はなんかすごくなんかあの雨が降ったりやんだりとかで台風来たりもうウキウキですよ。気象班は逆になかなか、ああいいな、ここの気圧がすごいことになった。今度の台風はすごいみたいな、速いみたいな、大きいみたいな、なんで消えたんだそうやって盛り上がったりしてますね。なるほど。気象班さんは逆にそういう風になんか他のやつがやってない分俺たちが頑張るぜみたいな感じになっちゃうなるんですかね。なるほど。そうですね、さっき言った地質班さんがその取ってきた岩石っていうのは私たちが見る機会っていうのはあるんでしょうか。まあ一番一般に広く公開している時っていうと、学園祭の時が一番一般の方が見学できる時間帯というか期間なんですよね。そうですね。あの時は、そのプラネタリウムと あの大きいドームあるじゃないですか。ありますね、天文ドームですよね。あれとあと気象班の活動写真っていうのがあって、はいはいはい、雲とか雷とかの写真。ああ雷とかの写真ですね。へえすごいな。あの天気予報もしてんじゃん。天気予報もやる。天気予報やる。そうですね。大学祭3日間の天気とかその日の天気ですよね。自分がその書く経験とかもできたり、なるほど。その時にまあ採集してきた石はここで採集してきて、でこういう石ですよっていうのを大祭の方で紹介させてもらってます。たまに図書館のなんか展覧スペースみたいなやつあるじゃないですか。あそことかでもやったりしないんですか。あそこはちょっと使ってないですね。そうですね、はい、まあそこは小さいですし、やっぱ土だからさ、あんまりほっこりあるのは本と一緒には出てきないよ。それはね、まあそうですね、まあということ。なるほど。いやいや、でもそうするとどれくらい取ってきたのがメインですかね、その学園祭で見せるのは。そうでもない。学園祭で一番人気があるのは、むしろ、まあ、プラネタリウムですよね。あプラネタリウム、そうですよね。プラネタリウムは結構まあ、ね、割となんていうんですかね、結構面白いっていうか見てても、ね、あれなんか科学館とか行くと解説、音声の解説が入るじゃないですか。 ああいうのも知見さんか。あれは人が一人入って、うんうん、でレーザーポインターで星を、これはこういう星座でみたいな感じで。なるほど。いやいいな、いいな。そうすみません、なんかすごく根本的な疑問なんですけど、はい、そういうプラネタリウムってあの科学館とかのやつはでかい、なんかこう、はい、棒の先っちょにでかいなんか丸い球体がついててみたいな感じじゃないですか、はい、あの機械見ると。知見さんはどういう形でやってらっしゃるんですか。そうですね、知見のやつも球体なんですけど、はいはいはい、
そんなハイテク、まあなんというか、知見のプラネタリウムは、その先代の方が実は手作りしてくださって、手作りしたんです。何代繋がってくる、伝わってる、かなりガタが来ちゃってるんですけど、まあ、それを直し直しというか、だましだましですね。骨組みを組んで、まあ暗膜を上からかけて、で中にそのプラネタリウムの発光器っていうかそういうのを出して射影機を置いてってやってますね。そういえば6月の29日になんだか知見さんが催し物というかやるらしいんですけれども、ちょっとその辺の告知っていうか、どんなことをやられるんですか。そうですね、タイトルとかも6月29日の催し物なんですけど、まあ学園祭の方は一般向けなんですけど、今回夏の地球教室っていうのをさせてもらうんですけど、はいはいはい、そちらはまあ小学生の中学年から高学年の方に向けて、まあ、僕たちのようにこういう鉱石とか星とかに興味を持っていただきたいなですね。床離れが噂されて久しいですからね。そういうところに対して、そういうのに小学生の方に興味持ってもらいたいなっていうのを、まあ主毛に、まあ、今年毎年テーマを決めて行ってるんですけど、今年はまあ隕石をテーマにして。隕石ですか。へえ、ロマンがあるな。あ、最近落ちましたね、隕石。あ、ロマンだ。そういう隕石の話をしようかなと思ってます。でまあそれに関する劇とか工作でまあクイズで、それとプラネタリウムの方法をやっていこうかなっていう。それには申し込みとかはどうする。そうですね、これはまあ10組様、まあ、ちょっと少ない。その部屋が狭いもんで10組様に限らせていただくんですが、まあもう期限が近いんですけど、6月22日の土曜日の方で締め切りさせていただくんですが、はい、まあ申し込み方法は少し長くなっちゃうので、ホームページの方に記載してありますので、まあホームページの URL の方をちょっとお願いします。はい、はい、http:// ちがく .com の地学研究会のホームページですかね。 そうですね、それは。なるほど、そこにアクセスしていただいて、夏の地球教室についてはお申し込みください。なかなか面白そうだな。行きたいな。小学校の頃に戻って行けないかな。小学生とか偽っちゃダメかな。ダメか。はい、というわけで、本日の放送は地学研究会さんをゲストにお迎えしてお送りしました。しずだいスタイル、略してしずさ。はい、というわけでどうでした。いや、生にのラジオに出演してみて、なかなか得難い経験だったと自分たちは思ってるんですけれども、違う研究で かなり緊張しましたね。いやすごくなんか好きなことなのか、すごく流暢に喋っているように見られましたけど。いや、やっぱ僕劇とか去年はやってたんですよ、そのさっき言った地球教室とかね、やっぱこうアドリブというかカンペがないっていうのはすっごい。そうですね、台本はないですからね。どうですか。そうですね、僕は去年地球教室や大祭の方でプラネタリウムのことを話してたんですけど、まあ、その時も台本があったもんで、あ、台本ないなっていうのかもしれませんね。確かに辛いですね。はい、もしかしたら私たちも台本を作った方がいいのかな。いや、生だからこそなーって自分は考えてるので、ちょっとまあいろいろとまあ緊張をほぐす方法を考えつつも、いろいろとまあ私たちも考えていきたいと思います。はい、本日の放送は地学研究会をゲストにお迎えしてお送りしました。この番組へのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは sd246style@yahoo.co.jp sd246style@yahoo.co.jp です。番組ホームページもございます。大手検索サイトでしずだいスタイルと検索すれば一番上に出てくると思います。バックナンバーもありますので、ぜひお聞きください。この番組はあなたの未来を開くフルショー自動車学校の提供でお送りしました。子供の頃よく家族と一緒に出かけた海や山、湖、僕が歩いていくことのできない遠い場所、父さんが車を運転すれば遠い場所へも行けた。次から次へと僕の視界に飛び込んでくる美しい景色、家族との楽しい会話、全ては車の中での出来事だった。運転中の父さんに話しかけた時、
父さんは口を動かしても首は動かさず前を見て運転していた。助手席に座る母さんはよく言っていた。運転する時の父さんはとても優しくてとても真剣な目をしているって。後部座席に座るからは父さんの目は見えなかったけれど、父さんの後ろ姿は今でも僕の目に焼き付いている。あれから何年も経ったけど、今度は僕が車を運転する番になった。楽しい思い出をたくさん作るため、今日も僕は安全運転を心がけている。立てない人たちを守るために。お問い合わせは 0120-155-168、 安心と安全の古庄自動車学校。